引山公園前に集合した山笠。左から浜組、東組、西組。浜崎祇園山笠は毎年7月に唐津市浜崎にある諏訪神社境内に祀られている須賀神社へ奉納される祇園祭りであり、山笠行事である。1753年に浜崎の網元であった中村屋久兵衛が商用で京都に行った祭祇園社に参拝し、 その北に、博多祇園山笠の賑わいを見物して感動したことから、浜地区が大漁、東地区が商売繁盛、西地区が五穀豊城を祈願する三代の山笠を、死費を投じて奉納したのが始まりとされる。当初は、博多の飾りを借り受けて山笠を作っていたが、やがて浜崎にも人形師が現れ、浜崎系と呼ばれる山笠の形態を完成させていった。 高さ約15メートルの3台の山笠が、笛や太鼓、三味線からなる林と共に町内を巡る。明治時代に電線が引かれる際には、山笠の邪魔になるなら電線はいらない、と、地元が反対したが、毎年祭りの期間中だけ地中に埋設することで、折り合いをつけ、高い山笠を運行し続けた。戦時中は、物資や人手の不足により一時中断された。 戦後再開されたが、後に運行路の道路が舗装されたことで電線の埋設ができなくなり、山笠が低くなった。それにより、山笠が軽くなったため走って運行されるようになり、本来の浜崎祇園山笠の形態がなくなってしまうことを危惧した地元が費用を負担して、電柱を高くし、再び高い山笠を運行できるようにした。夜間運行中の東組山笠。 以前は7月14日、15日に開催されていた。参加者の当日の都合や山笠組立が露店で行われるため梅雨の時期を避けるための措置として、現在は7月の海の日直後の土日に開催されている。また、前日に子供山笠の運行も行われる。制作は数ヶ月前から飾りの制作や補修等が始まり、祭りの全数週間かけて、 地元のものにより組み上げられる。祭りの当日は、昼に神社から出発して、浜に行き、お潮位を取り、夜に神社に、それを持って行く、という経路で運行される。二日目には、その後山笠は、それぞれの地元に帰り、朝までに解体される。夜に、灯籠の灯った山笠の美しさや、神社や地元で最後に山笠を何回も旋回させる、大紛りが見どころ。 2020年は7月25日と26日の両日に予定していたが2019新型コロナウイルス感染拡大を受け中止すると発表した。全夜祭りの子供山笠の巡行も中止する。新公開によると2日間とも中止になるのは1949年以来71年ぶり。新公開によると1949年の中止の理由は不明。 9日に総会を開き、中止を決めた。新公会は、山笠を引くのに、人手が必要で、県外からの多くの観光客が訪れることなども考慮したとしている。山笠は、館や岩、滝、人形などの部品で構成される岩山笠で、部品の様式は、博多祇園山笠のものと共通点も多い。博多と異なる点として、 下段の棚や槍や出しを使った前後に奥行きのある飾り方が特徴で、同様の形態の山笠は浜崎形と呼ばれる。佐賀県北部にはこの様式の山笠が多い。高さ15メートル、重さ5トンの山笠は現在運行されているものとしては最大級であり、出しとしても日本屈指の大きさを誇るが、知名度は低い。引山笠であり、2本の綱で引いて運行し、 火事棒で方向転換を行う。台車は車輪が6つあるのが特徴。前後に3つ並ぶ内中央の車輪を一段低くし、真ん中の車輪を中心に前後に傾き、運行時は中心の2輪と前後どちらかの2輪、合わせて4輪が設置するようになっている。この構造は天秤と呼ばれる。天秤を置きかせることにより、旋回する際の小道が狭くなり、 摩擦が小さく旋回しやすくなる。通常6輪すべてが同時に設置することはなく、もしそのような状態になってしまった場合、摩擦が大きくなり、旋回ができなくなるほか、前後に動かすにも力が余計に必要になる。方向転換や大間切りでは、山笠前方に3人陣取る、寝取りが台車の前を持ち上げることにより、後方4輪車とし、 綱と後方の火事棒で旋回する。林は笛、三味線、半鐘、和太鼓で構成される。畜子を張る笛を使うことや、三味線が入るという点が特徴的で、これは北基音祭と共通する。浜崎地区は一時期天領となった時代があり、北軍隊の支配下となっていたため何らかの関連があったとも考えられるが、局面や局長は異なる。 各地区に13曲が伝えられている。古伝のため、曲名の漢字表記等にズレがあるものもある。引山公園内展示場の子供山笠当初は山、林保存会館に展示されていた実物の半分の大きさのミニ山笠だったものを転用し、安全に運行できるバランスに改良したものが、祇園祭りの前日に運行されている。 半分のサイズということから計算すれば高さは7.5メートル程度、重さは625キログラム程度になる。旧浜玉町内の修学前児童をそのごとに分けて引かせており、方向転換については、大人が補助し、林はテープを流して運行される。普段は、引山公園の一角に常時展示されている。ただし、6月から7月頃にかけて、 一旦解体して作り変えられるため、その間は見ることができない。ありがとうございます。